うしゅしゅしゅし、とりあえず入って、とりあえずやって、いやー怖えな。うん、俺と前取ろう、俺と前取ろう、もう取らないから、味方さ取らないから。あれ、なんかもうマップにすら映ってない。何してんのあいつら。俺ともう一人で頑張ってるんだが、はあ面白いや。よっしゃ、はあはあ、あーもう、あ、いけるいける、イーリスイーリス、いけるよ、まだ諦めんなよ。よし、いや俺取るわ、もう一人で。うん、いいっすよ、いいっす、全然。うん、あ、もうどっか行っちゃった。俺とあなたで取ろう、俺とあなたで取ろう、ナイス、この両側押さえとこう、俺とあなたで。だってあの俺とあなたしかいないから、なんか味方なんか後ろの家でなんか4人で固まってっからさ。うん、意味わからんけど、俺とお前で頑張ろう。はい、あ、あすごいなマジで、本当に競技性が高いっていうか、うん、これが新時代の COD なのかな。ああ、ね、16キル13キルと、あー抜けたし、ああ、どうもバンビロンです。今回はテンション低いんですけど、もうやめにしませんか。これ俺ベータの時の動画です、背景に映ってるの。なんかマジでヤバすぎて動画撮れなかったです。1時間やって1本も撮れませんでした。まあ、1時間は少ないのかもしれないけど、1時間も以上やった、2時間ぐらいやったかな、やったけどマジ1本も撮れませんでした。皆様にあのお見せできるような内容の動画が本当に申し訳ありません。ベータの動画です、これは。だから本当にひどいです。マジでひどいです。これが今の COD です。正直、歴代 COD でも結構ひどいです、マジで。本当にミンドも終わってる。やばいです。なんかね、この前、おぬーくんがなんか、なんでなんかね、今までもルールームしちゃったのに、今作だけそんな騒いでるんだみたいな動画で言ってたけどさ、今作ってね、ぶっちゃけ、例えば、ね、ヴァンガードもあれだけど、まあヴァンガードもいけるか。正直自分がめっちゃキルしたら結構勝てる試合は多かったんだよね。勝てない試合もちろんあるけど、もう 50% ぐらいの確率で勝てるかなみたいな。で今作は一人味方がルール守ってくんないとマジで勝てないんですよ。なぜって、MW2 だから。そもそも6対6でこんな広いマップで1回取られるじゃん。でめっちゃ端っこにねリスポーンさせられてからの、そうですね、このゲーム街が非常に強いんで、ね、クラスターマインもあるわ、クレイモアとかね、 PBT もあるじゃないですか。で街も強い、キャラコンがないことによってね、ジャンプ打ちもできないから街も強いじゃないですか。っていうことはもう取り返しようがないんですよ、ノーラだと特に。本当にマジで、だからもう仕方なく次の視点で待ってみたりもするけど味方も来ないと。先ほど見せたね動画のマップのね動きを見てもらえれば、わかると思うんですけども、なんだろう、本当になんだろう、ルール無視の人ってその旗が見えている見えていない
ではないんですよね。取る、取らないではないんですよ。もう、それ以前の問題。なんだろうな。見えているんだけど取らないではないんですよ。意識の外にあるんですよ。意識外。完全に意識外。ハンターハンターの、あれ、カメレオンのキャラクターの念能力、パーフェクトプランみたいな感じ。もう意識の外にあるんですよ。うん、もう意識の外。本当に、やばいっす。マジで。これどうしたもんかな。マジやばいっすね。正直、ぶっちゃけチームデスマッチとか言って、そのチームデスマッチ短いから、それを2本とか合わせて動画にするのもいいんだけど、やっぱりできれば僕はオブジェクトルールやりたいから、正直ね、回ってるんですけども、ハードポイントとか。いや、にしてもひどいですね。まさか動画撮れないと思わんかった。いや、なんだろうな。本当に俺がただ一人で旗に乗って、何も動きのない試合だったら取れるんだけど、嫌じゃないですか。見てて面白くなくないですか。それで負けんだよ、しかも。うん、俺旗入って負けるから。この前見せたね、キルする立ち回り。俺キルしてやるんだけど、やっぱ、それでももちろん勝てない時があって、その場合俺も旗入ったりするんだけど、それでもやっぱり勝てないんですよね。うん。やばかったでしょ、マップの動き。もう何を考えてんの？なんだろうな。本当に低いです、民度が。正直ね。多分、勝ち負けとかどうでもいいんですよね。多くの人は。俺たちが異常なのかな。うん。いや、勝ちたい、勝ちたいって思ってる俺たちが異常なのかもしれません。勝ち負けなんかどうでもいいんですよ。あの人たちは、ルール無視の人たちはね。うん。この、動画を見に来てるあなたたち、多分、モチベありますよね。モチベっていうか、しおり上手くなろうとしてませんか。でも、多くのエンジョイプレイヤーは、そもそも動画見ないし、YouTube でしおりを検索するということすらしないし、ね。だから、俺が何言っても届かないんですよ。今、見に来てる人は全員、モチベあると思ってる。COD のモチベが。だって、モチベなきゃ動画見なくない？ COD の動画。わざわざ COD って検索して動画見なくないですか？で、こういうルール無視の人たちって、本当に勝ち負けとかどうでもいいし、ね。多分動画とかも見ないんですよ。そういうこともしないんですよ。まあ、ねえ。これは、運営が、スキルマッチをまずなくしてもらって、ね。ほんと、マジで、もう解決法がないっすね。正直こればっかりは。スキルマッチなくして、あとはどうする？旗取らない味方。もうルールを完全に変えるとか。絶対しないだろうけど、もう、旗取らずにうろちょろしてたら、ね、消滅するとか、自分のキャラクターが。本当にそこまでしないとマジでやってらんないっす。この試合もなんか負けそうだな。覚えてないけど、多分負けそうな。ガチでやばいっすわ。過去、一番やばい。なんだろう、MW2019 から、サバゲー志向のリアル路線の人が増えたじゃないですか。それ以前はやっぱり競技性のある COD だったから、やっぱり MW2019 以降は競技性がない COD じゃないですか。ね。で、なんかガンスミスとかもできて、やっぱりサバゲーオタク、ミリオタが楽しめる、で、初心者も楽しめる COD になったと思う。それによって起こったのが、このありさまです。どうでもいいんです。ミリオタとかは。初心者とかは。初心者はまずわかんないし、でもミリオタはどうでもいいんです。あ、この銃の銃声がかっこいい。あ、このリロード。あ、このコッキング。あ、この撃った時の白煙。かっこいい。で、楽しんでるんですよ。だからルールなんてどうでもいいんですよ。でね、なんでハードポイントとかドミネーションとかにそいつらがいるかっていうと、多分、モードのチェックを押してないんだと思う。何のモードでもやり、とりあえずやっとけばいいから、みたいな感じで。最初って全部モードチェックついてるじゃないですか。あれを外さないで、なんだろうな、そのまま来て、ね、ルールもよくわからず、ね、この敗北とか見えても、多分、何も気にしないんですよ。ああ、今日もいい、サバゲーライフだった、みたいな、感じなんじゃないですか。はい。本当に。本当にマジで。終わり。